はい、こんにちは、トモです。今日の動画は春までのお花を処分する動画ということで、こちらに置いてあるビオラなんですけれども、もう水切れしてくたってなってるんですが、徒長しちゃって真ん中がパッカーンって分かれちゃって、もう結構傷んできてるので、もう春までのお花を処分して土の再生までやっていきたいと思います。まだ咲いてるお花を処分するのはちょっともったいない気もするんですけれども、夏のお花を早く植えてあげないと場所がないので、少し早めに処分していきたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、ではこのスペースに処分するお花を一旦集めたいと思います。はい、お花を集めてみました。だいたいこれぐらいですね。主にパンジービオラなんですけれども、こちらのフィオリーナはもうパッカーンって分かれちゃってて、ちゃんと水やればもう少しシャンとはするんですけど、今日もう処分するつもりでいたのであえて水をやりませんでした。土の再生をしやすくするためなんですけれども、あとはハボタンとパンジーとかですね、これもハボタンも花が咲いているので、種を取りたいハボタンもあるんですけれども、このハボタンは種取る必要ないかなっていう種類なので、このまま処分しちゃいます。あとはハボタンの寄せ植えもあったんですけど、これもハボタンもう切っちゃってあります。あとは傷んじゃったパンジーとか、はい、このラナンキュラスは今きれいに咲き揃ってるんですけど、次咲くつぼみがもうなくなっちゃったんですね。全部つぼみが咲き切ったので、ラナンキュラス、球根を掘り上げてまた来年咲かせるっていうこともできるんですけど、うちでは一年草扱いということで、今咲いてる花は全部切り花にして、こちらも処分したいと思います。はい、ではまず地上部を全部カットしていきます。このビオラはサントリーのフィオリーナっていうビオラなんですけれども、成長が早くて秋から咲き始めて、冬の間もずっと咲いてくれていたので、とっても開花期間長く楽しめてよかったと思います。で、春に一回ビオラを切り戻して、もう一度仕立て直して長く楽しむっていう方法もあるんですけれども、うちでは場所があんまりないので、切り戻しはせずに限界まで楽しんでからもう処分するっていう形をとっています。このハボタンの鉢はもう処分してあるので、このカラーリーフを抽出したいと思います。で、ハボタンも夏越しすれば来年また楽しめるんですけれども、うちでは一年草扱いですね。はい、こちらの鉢にはヘデラが入ってたので、これも残しておきます。ナメクジがいる。はい、こちらの鉢はヘデラとプラチーナが植えてあるんですけど、プラチーナはもう処分しちゃいます。はい、最後にこちらの飲むの、もういい、まだ飲む。はい、はい、すいません。最後にこちらのラナンキュラスを、カットしていきます。もう古いお花は花びらが散っちゃうので、もう切ってそのまま捨てちゃいます。ラナンキュラス球根植物なんですけれども、チューリップとかと違って次々につぼみが上がって長く楽しめるので、これも真冬に植えたと思うんですけど、春までしっかり楽しむことができました。真っ白のラナンキュラスを植えたんですけど、なんかちょっと少しうっすらピンクがかったような色に変わってきてますね。すごく可愛いです。はい、ラナンキュラスこんな感じで切り花にしました。このまま室内で飾ろうと思います。はい、こちらラナンキュラスの鉢なんですけど、見ての通り葉っぱがすごく健康的でうまく育てることができました。毎年春にうどんこ病にしちゃうんですけど、今年は綺麗な状態で育てられたのでとっても良かったと思います。巻くタイプのベニカをパラパラパラって巻いたんですけど、スプレータイプと多分併用はできないんですけど、それを予防で巻いておいたから
もしかしたら効果があったのかなっていうふうに思います。マックタイプのベニカは動画概要欄にリンクを載せておくので、よければチェックしてみてください。はい、地上部が処分できたので土の再生をやっていきます。鉢底石も再利用するのでしっかり分けておきます。はい、ビオラのこの根鉢は土の容量がほとんどないぐらい根が回っているので、これはこのまま再利用せずに捨てちゃいたいと思います。鉢底石だけ抽出しました。はい、これもすごく根が回ってるのでこのまま処分したいと思います。はい、ということで古い土を鉢底石と土に分けることができました。今日いろいろ処分したのでこれだけ鉢が空いて、またペチュニアとか植えるスペースができたと思います。この土は天日干ししたりとか肥料とか腐葉土とか混ぜて再利用したいと思います。うちでは土の再利用そこまでガチではやってないんですけれども、なんちゃって再利用っていうか、もう本当手抜きの簡単な再利用の方法を別の動画で紹介してますので、よければそちらもご覧ください。はい、こちらはこれから植えようと思っている夏のお花たちですね。もう花が咲き始めているので今週中には植え付けしたいと思います。それと前回の動画で紹介した種まきの種も発芽して、今双葉がたくさん出てきました。特にマリーゴールドがたくさん芽が出ていますね。芽が出てきたのでもう日向に置いてあります。これが大きくなったら再利用した土にポット上げしようと思っています。はい、ということで今日は傷んできた春のお花の処分をやっていきました。まだパンジーとか、ウィンティーとかもあるんですけれども、元気に咲いているものはそのままで限界まで楽しみたいと思っています。それとまだ花壇というかウッドプランターにビオラが植わっているので、それももう少ししたら夏仕様に植え替えしたいと思いますので、またその時は見てもらえると嬉しいです。今日もご視聴ありがとうございました。よければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。過去の生放送とか限定動画が見れるチャンネルメンバーシップもやってますので、参加してもらえると嬉しいです。また次の動画で会いましょう。バイバイ。